どうも様、オクチャンネルだー。今回なんですけども、第529回ロトセブン解説動画やっていきたいと思います。で、今回なんですけども、ロトセブンね、しっかり解説させていただきたいんですが、まあ、前回ね、ちょっとね、一個休憩挟んでまた当たったというところで、まあまだなんかその運気は完全に尽きたわけじゃないよねっていうふうに思っているんですけども、まあとりあえず前回ですね、当たった1000円は今回繰り越しで、また使っていきたいなというところでございます。そしてまだキャリーオーバーね、11億円残ってるっていうところがね、なんか気持ちがいいなとも思いながら、そしてね、最近も皆さん非常にね、蒸し暑い日々が続いております。もうジャケット着るのが無理なんです。だからシャツで許してください。はい、ということで、今回までね、しっかり解説していきたいと思います。では早速ね、529回解説動画やっていきたいと思います。即戦金。はい、いきます。まず最近の傾向なんですが、こちらでございます。はい。で、こちらですね、519回から528回の10回分、撮ったものなんですけども、まあ、まずね、やっぱり気になるよねっていうのが、あれかいの、こう、あるかないかみたいな感じのね、とこ見ていこうじゃないかということで、現在ですね、この10回分で見ても、まあ、2回しかないよというところでございます。で、じゃあ、どの桁で荒れてるのってなったら、まあ、20、もしくは10ですね。で、私、ロト7の定義としては、同じ桁のものが4つ以上出たら、まあ、あれかいだよね、というところで、認定しているんですけども、今、現在ね、正直、この中で、起きるか否かを読めと言われると、非常に難しいですね。まあ、2023年ね、年始めから、もう、バカバカあれかい続いてたんですけど、まあ、ここに来てちょっと落ち着いてきたな、というような、ところでございます。はい。で、で、見ると、まあ、今はちょっと荒れ替えムードは落ち着いたんじゃないかなというところではありますが、まあ、こういう時だからこそ来るってもんじゃないっていうふうにちょっと思ってるので、まあ、ちょっと荒れ替えもちょっと意識はしつつ、まあ、起きないかなっていうぐらいの感じじゃないですか。こればっかりはもうね、個人的に思うとかどうのこうのじゃなくて、データ見たらないやんってなるんですよね。データ見たらね。いや、ないでしょってなるんですけど、まあ、あるかもしれないぐらい、ちょっと弱めぐらいで、まあ見ておくのがいいのかなと思っております。で、まあ一応持論としては、まあ1の桁と30の桁で、4つ以上出るっていうのは非常に少ないと思っているので、あるとしたら、まあ10か20だよねって、まあ今現実問題ね、そうなってると思いますが、はい。まあそういう流れかなというところで、まあじゃあ、荒れるかどうかは別として読みにくくはなってると。で、他何か読めないと意味ないよねっていうところなんですけど、まあ、見ていると、10回、開催の中で、1の桁が飛んでいるのって1回ぐらいなんですよ。あ、2回かな ?2回ですね。で、見ると、まあ、1の桁2回飛ぶっていう、まあ、傾向は、まあ、10回中2回だねというところも、まあ、ここの表を見ていればわかるかなというところなので、まあ、そういったところをちょっと意識していくと、まだまあ、今回まだ1の桁飛ばないんじゃないっていうふうに、まあ、分析することもできるかなというようなぐらいしか今、もう今の傾向としてはもうそれしかわからない。あれかいとかももう中心どうのこうのじゃない。そこの時代は終わった。流れは変わったんだというふうに、まあ、考えた方がいいと思ってます。はい、行きましょう。ロト7、全開催分の出現ランキング見ていこうじゃないかということで、こちらでございます。で、こちらの表は縦に、見ていただきたいんですけども、まあ、僕ですね、解説するときによく何列とかっていうんですね。1列だの、2列だの、3列だのっていう風に言うんですけど、一番前に来た番号、それが1列目。で、その次は2列目。まあ、それが7列目まであるよということで、まあ、理解していただけたら聞きやすいかなと思います。こちらの表ですね。まあ、縦に見ていただきたいんですけど、まずじゃあ1列目って書いてるところって、じゃあ1列目って1から始まるのはわかるんだけど、何番ぐらいまで出てるんだろうっていうのが、まあ、わかるわけですね。白いところが出てないよと。で、色がだんだんね、こう、たくさん出ることによって、まあ、濃くなるという風な表にしておりますので、薄いところは少ない。濃いところは多いというところで、まあ、各列いろんなことがわかるということなんですけど、まあ、明らかにどっかしらか偏ってるよねっていうのは、まあ1列目と7列目なんですね。で、これはまあ構造上仕方ないんですけど、例えばじゃあ1っていうのはまあもちろん1列目かボーナスでしか出ないし、じゃあ37っていうのも同じなんですけど、まあ要は7列目もしくはボーナスでしか出ないよねというところで見ていくと、まあ必然的に偏るところって1列目7列目になるよねと。じゃあ、他の列ってどうなんだろうっていうのを、まあ、しっかり見ていただけたらわかるんですけど、まあ、やはり2列目から6列目っていうのは、まあ、割かし幅広。
強いて言うならば、まあ6列目は若干7列目寄りなのかなというところなので、まあ気をつけるべきは2列目から5列目ぐらいを気をつけた方がいいよねっていうのは、まあここでわかるんじゃないというところでございます。で、こちらの表ですね、横型にします。こちら。はい。で、これ横型にすると、横で見ていただきたいんですけど、この赤のところ、これは、出てないよ、ここから。前回最後の歴史で1列目ここから出てませんよっていうことがわかるんですね。で、逆に白いところ、ここから出るんじゃないかということなんですけど、この中に、何色かポツポツポツって色を入れてると思うんですけども、それがまあ、直近4回分の当選番号を入れてます。はい。で、ここで、まあ、大体まあ、1列ごとに見たら4色あるはずなんですけども、まあ、他ですね、なんか例えば1列目って、いや、3色しかないやんというところっていうのは、同じ番号が出てるところになります。だから黄色色が、まあ、どれか一緒だったんだというふうに見ていただけたらわかるんですけど、とりあえずまず説明したいのは、ここの表を白いところからまあ、ほぼほぼ出ているんですよということがわかるわけですね。じゃあそれが分かると何ができるかっていうと、じゃあ1列目に22番とかって選びにくいよねという風になってくるわけですね。だからまあ、例えばだけど30番台全部並べたいんです。僕、私。やめた方がいい。出ない。極論どっかで、例えば5列目、6列目とか7列目とかで30番台引っかかることはあると思うんですけど、じゃあ1列目で30番台引っかかることありますかって言われたらないんですね。ない。なので、まあ、この表は、まあ、確実にこの白いところはほぼほぼ出るんじゃねえかというふうに僕はまあ結構信頼してます。まあ、過去ですね。ちょっと前にね、21番が一番最初に来たんだよっていう回があったんですけど、それって面白い話で、ロト7は今10年目に差し掛かっていて、10年目で初めて出た奇跡の1回だったと言わざるを得ないぐらい、10年間やってですよ。21番が先頭になった。珍しいっていうのが、まあ、これ面白い話ではあるんですよ。っていうぐらい、ここの表で見ていただくと、赤色のところって、まあ、10年、今もう経っているんだけども、まだ出ないね、と。まあ、37とか絶対出ないんですけどね。デッドゾーンなんで、ありえないで。37出るのは、7列目か、ボーナスしかありえないよという話なので、まあ、そういう当たり前に出ないところは、まあ、省いていくとしてですよ。そう考えていくと、まあ、じゃあ、先頭番号に23番、24番、25番並べるというのは、まあ、非常にバカらしいということもわかるよね、ということでございますね。で、各列ごとに見た、まあ、幅ですね。まあ、難しい列もあるだろうし、簡単なとこもあるんじゃねっていうところを探していこうというのが、これ下に書いてあると思いますが、現状ですね、幅が広かったら難しい、幅が狭かったら簡単だよ。7列目が18個でございます。そして難しいところは5列目30個。ああ、もう無理と。ロト7っていうのは1から37の中から選ぶんですよ。30個よ。5列目ちょっとやばくないかと。とにかくまあ難しいよと。いうのがまあ浮き彫りになってるし、まあそれで言うと29個のね、3列目、4列目なんかも非常に難しいと、言わざるを得ないので、ロト7宝くじというものは、基本中数字ですね。難しいんだよでも決めつけちゃって僕はいいと思ってます。そしてじゃあ1列目と、7列目、偏りあるんだよね。出やすい番号あるんだよね。見るとじゃあここで見たら1列目よりも7列目の方がまあ簡単な方なんだということがわかるわけなので、まあいろんな買い方あるし、いろんな人のね、時間の使い方っていうものがあるんですけど、僕まあ鉄則としてるのは、解きやすいところに時間使いなさい。難しいところはもう最悪当てずっぽで運任せにしなさいっていうふうによく言ってます。解けない問題って、どれぐらい長い時間費やしても解けないんですよ。解けたとしても、じゃあ確実に取れてるとこ取れてなかったりしたら意味がなかったりするんで、まあ確実に取れるとこにまず時間を使って、で、難しいなっていう、まあこの前回最後で見ると5列目なんですけど、5列目なんかまあまあ、とりあえずまあエリアの中で最近出てたところの近所の番号でいいやぐらいでいいと思います。あんまり深追いすると、当たったらいいんですけど、当たらなかった時に時間めっちゃ使った時の衝撃すごくて、いやもうじゃあ宝くじ買うのやめようみたいな風になっちゃったりするんですよね。なっちゃったりするんで、じゃあどうしたらいいの？宝くじっていうものは一喜一憂してはいけないものだと僕思っているので、できるだけ長期で長いスパンでまあ楽しみながら当てに行こうねっていうのがまあ多分定石だと思うんですよ。
そうなった時にこう無理に大量に買うとか、むちゃくちゃ一回の予算にめっちゃ時間かかるとかっていうと、すごいそのお金的にも体力的にも精神的にもカロリー消費しちゃうわけじゃないですか。それやるとやめたくなるから、まあちょっとまあまあまあラッキーだったねぐらいで思うぐらいでちょっと時間かけるっていうのがまあまあ僕はいいかなと思ってます。で、一応こちらですね、一番最初の表を、各列ごとにですね、見た、よく出ているよね、数字、これ、トップ5、どれなんだい？これでございます。はい、こちらですね。まあ、わかりやすく、これも横に見ていただきたいんですが、まあ、各列ごとに、よく出てる番号、例えば1列目の1って96回も出てるんだね。すごいよね、めっちゃ出るよね。じゃあ、2番目ってどうなんだろう？ 2 回な。違うんだよね、3と4なんだよね、それが67回なんだよね、っていうことがまあ、こと細かに書いてる表ですね。はい。で、この中で赤色になっていたり、緑色になっている文字があると思うんですけども、それはまあ前回の当選番号です。はい。なのでじゃあ1列目、ここの中にあった番号というのは1と5番あったよね。2列目で見たら7と5があったよね。3列目で見たら10と17があったよね。という形で、まあもちろんちょっと今回5列目っていうのは番号はないんですけど、ないんですが、ただまあ各列見ても結構そこそこあるねということになるので、そう考えていくとこういった表っていうのは番号のそもそも絶対数は多いっちゃ多いんだけども、正解が転がってるねっていう表になるので、指標データとして使うには非常に優秀なんですね。結構まあ、全部読み切らないと意味はないんだけど、ただでもないところから探すより、あるところから探す方が僕いいと思ってるので、まあ何が何回かっていうのもまあもちろん大事なんですけど、それよりもこの中に前回の正解ってあったのかな？じゃあ、それはさらに前々回ってあったのかな？っていうのはまあずっと僕が繰り返して解説させていただいてるチャンネルでございますけども、まあ要はここから選んでも損ないよねっていう表になってるやんと。いうところがまあまあ学び飛べれるかなというところですね。で、じゃあここから他も学べることないんですか？これって確か列ごとのトップ5ですよね。それで見たら出現の大体傾向、どの桁が何個出るかみたいなってわかるよね。それがこちらでございます。はい。1、1、10、10、20、30、30。これがベーシックなんですね。まあ、さっき申し上げた通り、まあ、じゃあ30個全部組みます。100% 当たらないとは言いません。ただ、現実問題のお話をさせていただくとなんですが、やはり1列目、30番台出ること非常に少ない。稀です。今現状10年やっている中でもない。その中で、7つ並べてしまったらどうなりますかというところをお答えすると、1等はまず狙えないよね、というふうになるので、この1が2つ、10が2つ、20が1つ、30が2つ、これが、まあ、この長い歴史、10年の歴史の中でのベーシックなフォーマットであるというふうに、まあ、頭にまず入れておくと、どういったことができるかというと、初めて買う人とか、まあ、なんか結構こう、最近ちょっとこう、自分の中でこう、いろいろ瞑想していて、なんか、変な桁結構固めて買うようにしてるんですよね。みたいなことで当たらなくなった人なんかもいるし、まずそもそもじゃあ、30番台が、たくさん買ってはいけないっていう理由って何なんだっていうのも、まあ、説明もできるし、教えてあげることもできるし、自分にも活かせるよというふうに使っていただきたい。ただでも一つ注意点としては、必ずこれで出るわけじゃないよ。もちろんこれを応用して使っていかないといけないっていうのも、後ほどね、解説させていただくわけなんですけども、まあ、そういったことがまあ分かってくるねというところでございます。そして次面白いのがこちらでございます。削除しにくい数字っていうのが存在しています。で、この削除しにくいっていうのはどういう意味なのってなると、僕は買い方提唱しているのは、1から37の中の、まあ本数字7個。これ探すゲームをやってるわけじゃないですか。で、じゃあ残り30個出ないよね。いう話になるので、僕その30個の、例えば10個とか15個ぐらいだったら、いや、当てれるんじゃないと思ってるんですね。だからそっちの方が簡単なんじゃないと思ってるので、じゃあ削除する数字探すのも、まあ当たる数字探すのと同じ意味合いだよね、というふうに思ってるので、その削除数字探すにあたってこれちょっと削除しにくいやんという番号なんですよ。もう10個あるんですけど、これじゃあ何なの？どういうことなの？それはこちらでございます。はい。この表、戻させていただきました。まあ、毎回言いますけど、5って数字が非常にわかりやすいので、よく使うんですけど、まあ、1列目の4位だし、2列目の4位だったりするんですよね。じゃあ、例えば34なんかも見ていると面白いですね。6列目の3位だし、7列目の4位であるということなので、何が言いたいかというと、2列、ないし3列ぐらいでよく出てる番号って、
ちょっと避けにくくない？その、例えば1列目に出なかったとしても2列目に出る可能性もあるし、で、それかも、例えばね、3列網羅してるやつとかだったら3列目にも出る可能性あるから、ちょっと怖いやんってなるわけじゃないですか。だからまあ、これ多分出ないねっていう風にやるときに、この10個の数字をいきなりポンってやるのはちょっとリスク高いよっていう意味で削除しにくい数字という風に設けております。はい。まあ、とにかく、まあ、当たる数字7個探すゲームなんですが、逆に言うと、外れる数字30個探すっていうゲームでもあるということなので、まあ、そういったところを、取捨選択していく中で、まあ、一つの指標として削除しにくい数字があるんだよっていうふうに、まあ、理解していただけたらいいかなと思っております。はい。では、またですね、表を戻させていただいて、ここ。まあ先ほどお話しした通り、各列に今ね、いい感じに、まあ1個ないし2個ぐらいあったりするんですよ。だからまあ、今、言うならば列ごとでここ1個ずつ選んでもいいかなというところではあるんですけども、でもそれを必中させるの難しいから、じゃあ結局この中の数字全部使ったら、列とか関係なかったらどうなの？何個あるんだよと。37個は何個になるんですか？それがこちら。はい。残念です。36個になっております。悲しいですね、これね。非常に悲しいんですけど、これはちょっと面白いなと。でもただ1個33がないんですよ。33ないから、33じゃ削除数字するよねっていうふうにうちも思うわけじゃないですか。前回細分でないんだから。ね。で、今傾向を見ると、基本この前回細分ってあんまり変わらないものなんですけど、ただ、変わるというか増える、傾向があったりするのが、例えばなんですけど、まあ、わかりやすく言ってしまうと、例えば1位の番号ありますよね。1位の番号が、特にこの5列目、23、26、27って3つあるじゃないですか。これの例えば23が出ましたよってなったら、これが23が1位になって、26、27が、2位になるんですね。どんどんずれていくわけですね。じゃあ5列目で言うと、例えば20番、25番の今5位のものが、これがまあ、ランク外になるということで、じゃあその20、25って他の桁でありますかって見ると、あ、ないんだってなると、まあ、要は削除数字としては増えるというところなので、あんまり大きな変動はしないはずなんですが、よく出る数字が、こうね、乱立してるところ、まあ4列目もそうだし5列目なんかもそうなんですけど、ボンって出たりとかすると、後ろが繰り上がってきたり、あ、逆ですね。繰り下がったり。で、むしろ逆で並んじゃったりしたら繰り上がってきたりしたりするので、まあちょっと今こういう状況だよというところですね。なので、まあその言い方で言うとなんですが、1位のもの結構出てたんだね、最近、みたいな感じですね。まあ、もしくは2位のものが1位になったんだね、ぐらいの、感覚ですね。だからそれで言ったら多分、まあ、わかりやすいんですけど、まあ、4列目の18今回出たらこれ1位になりますから。こういうことが結構今起きてるんだ、ということが、まあ、わかるかな、というところでございます。ちょっと削除数字1個は寂しいですよね。はい、行きましょう。続きまして、出現が少ない、under 5ですね。さっきま、出ないとこあるんだよ。ここ買わないでいいんだよ。って話したんですけど、でもとはいえ、あんま出てないやつあるよね。っていうのが、それがこちら。はい。これ、列ごとですよ。例えば、じゃあ16番っていうのを、じゃあ買わなかったらいいんだっていう話じゃないです。じゃあ16番が、例えば3列目、4列目に出ることだってもちろんある。あるんです。あるんです。なので、まあ、列ごとの禁止事項というふうに見ていただきたいんですが、まあ、さっき言いましたね、10年やってて、1回しか出てない。ね、もう選びませんよね。はい、2回しか出てない。まあ、最近出たんだね。選ばないよね。3位、3回ぐらいしか出てない。まあ、買わないわなと。買わないわなと。まあ、ただじゃあ、6列目の20ね。これ12回出てるんで。1年にまあ、だいたいまあ、1点何回ぐらい出るよというものなので、まあ、このあたりぐらいはまあ、要チェックしといた方がいいんじゃないっていうところですね。まあ、とにかくまあ、レッドごとで見たら、ここは出にくいんだよ。もうあんまり意識しなくていいよっていうものです。で、これをさっきの出現エリアに組み込むと、ここです。はい。紫色が追加されていて、赤もある。そして白が狭くなった。じゃあ果たしてその中、白から出てるのかっていうのがまあまあ見ていただけたらわかると思うんですけど、全部出てます。4回分で見たら。なので、一番まあ、作業として大事なのって、出ない数字探すのももちろんそうなんですけど、出る数字のこう見込みをこう狭めていくっていう作業ですね。出ない番号探してるのって一緒だ。一緒のことなんですけど、で、見ていくと、これが一番絞り込みやすい表じゃないっていうのはこれは間違いないかと思っております。
はい、行きましょう。トレンド数字ですね。まあ、最近の10回分だけ、深掘りで見ていこうね。今の傾向を知ろうね。それがこちらでございます。で、この表、非常に面白い。非常に面白い。何が、まあ、毎回同じこと言います。白が多いし、薄い色しかない。これ毎回言ってます。じゃあ、今回ちょっと1個プラスアルファします。何が面白いか。ボーナス数字、意外と面白くて。ここ面白いんですよ。4から14まで出てないですね。これね、出てないですね。意外とこういうとこ盲点だよねっていうところではあるんですけど、まあ、ボーナス数字も含めて、直近10回だと、大きな偏りはないんですよね。たくさん、いろんなものが出てる。これは間違いない。ただでも10回だから、まあまあ、もちろん決まったところでしか出ないんだけど、まあ、なぜかわからないけど、ね、ボーナス数字とか見ても、2回出てるものや3回出てるもの、こういったものもあると。まあ、確率いろいろ存在するんですけど、じゃあこれ逆の言い方すると、もうずっと固定数字にしますと。1列目、1。これにしますと。いうふうに、まあ、これ全然僕めっちゃいいと思うんです。列潰す作業って非常に大事なので、これはいいと思うんですけど、では、何連続ぐらい買い続けることがベストなのか。まあ、これ見ていただくと分かりやすいのは、10回はやめようね。10回連続出た番号ってないから。じゃあ何回ぐらい、まあ、仮に自分が1買いましたと、ね、してですよ。何回ぐらい出たら変えた方がいいのかっていうのが、まあまあ、ここから見たら分かるわけですよね。はい。それがこちらでございます。はい。これです。もうまさにこれ。ここに、例えば1列目、4が3回出てます。書いてますね。じゃあ次、同じぐらい出てる、たくさん出てるもの、だいたい3回出てるものが多い。19、27、32、34。これが、今のところ見ている中では、まあ4回っていう時もあるんですが、少ないです。だから3回ぐらいは天井だと思って、じゃあ例えばなんですけど、1列目、4固定しますと。今からはやめろ。なぜならもう3回出てるから。そう、だからつまり3回ぐらいヒットした時、後にもう変えよう。10回スパンで見てね。そういう風にまあ考えていくこともできるわけじゃん。別に1列目だったらまあある程度ね、出るところってまあほぼほぼ限られてるっちゃ限られてるんで、まあ1の桁が好きなんですと。ね。1しか買わないんです。いや、それは3回トントントンって当たった時、次じゃ、いや、4にしようみたいな感じで、まあ変えていくのも大事だよということも分かってくるかなというところですね。はい。で、もちろんここからも学べることがあります。それがこちら。はい。出現の方ですね。1、10、10、10、20、30、30。10強い。103つある。そう。今、傾向としてはこうなってます。じゃあ、これも前回成分と比較していくとこうなります。はい。共通点。1列、3列、4列、5列、7列。違うところ、2列、6列だよ。というところですね。まあ、ここに関しましては、まあ、結構、ロトセブンは、まだ、ここから、参考にして、まあ、いいかなと僕思ってるんですけど、で、まあ、一応、現状、10強いよね、っていうところで注意していくならば、まあ、ちょっと2列目の番号選びなんかは、ちょっと気を使っていった方がいいかな、っていうところですね。そういったところがわかるかなと。まあ、あと、結局、7列目30と1列目1っていうのは、毎回そうとは言わないんですけど、さっき言いましたよね。10回中で見たら1の桁が出てないのって10回分の2回しかないから、じゃあまあまあまあ、長いスパンで考えていくと、1の桁っていうのは非常に重要だというふうに、まあまあ見えるかなというところなんかもわかるんですね。では、こちらですね。また、トレンド。これを出現エリアに組み込んだらどうなるんだろう。こちらでございます。はい。一応これ、めちゃくちゃ狭くなってるね、白が。白が非常に狭くなってるので、まあ1列目なんか見ても21、11、9、5、4、3、1と7個しかないわけですよね。めっちゃ選びやすいんですよ。選びやすいのは間違いないんですが、当たるかどうかがまた話が変わってくるよというところなので、まあ狭けりゃいいってもんじゃないっていうところですね。ただでもここから学んでいただきたいのは、確率の難しいところ、どこなんだいっていうのがわからないのでこれ。はい。で、今ここ見ていると、まあ、7列目、圧倒的に簡単ですね。8個。めちゃくちゃ、もうなんだったら、8口かて29、30、31、32、33、34、35、36、37みたいなのやったら、まあ、いや、丸つくんでしょっ
ていうふうになるわけじゃないですか。そういう、まあ、潰し方ってのも、まあ、一つ、買い方としてはあるんだよっていうお話でもあるし、じゃあ、難しいとこどこなんだってなら2列目なんだよねっていう話で、まあ、じゃあ、前回細分と比較していくと、やっぱり結局2列目から、まあ、5列目ぐらいが、まあ、難しいところあるんだねっていうのが、まあ、現実的にわかるというところですね。で、こちらの表。また、はい。ここですね。色変わってるところが、まあ、前から当選番号というふうに申し上げておりますが、まあ、じゃあ、ここ1列目あるし、2列目あるし、3列目もある。4列目もあるし、5列目、6列目、7列目、全部あるじゃねえかということなので、今じゃあ傾向として、やっぱりまあ、トレンドの流れの方が強いんじゃない？前回最後で2つ列ぐらいですかね、確か。ないところがあったりするんで、まあ、列ごとに1つずつ選ぶ分にも使いやすいし、あと、じゃあ、列分解したらどうなるかっていうのがこちら。はい、32個でございます。この中になかったのは5個でございます。そして1個下にね、3回以上のもの、5個あるよということで、並べさせていただいております。はい。まあ、基本ですね、僕よく、宝くじ、のこの数字選択式で、まあ読めるとしたらという仮説のもとに、いろいろ指標データ作ってるんですけど、まあまずやっぱりまあ歴史知りたいから前回細分を知ると。で、さらにプラスこの直近の方を知ると。で、今の当選傾向で見たらどっちの方が読みやすいかっていうのをまあ分けてみるんですよ。だからまあどっちの傾向だからつってどっちの傾向しかやりませんっていう話ではなく、一応両方やると。で、あ、こっちの方が選びやすいなとかって思ったらまあそっち使うようにしてるんですよ。で、今それで言うと確実に僕はトレンドの流れ来てるなっていうところを感じておりますので、まあ、じゃあ削除数字なんかも、そうなんじゃないみたいな感じで、6、15、16、23、24の5つ使ったらいいし、前回全部1個だったからそれも足しても、それで6個でしょ？で、僕基本まあ大体10個ぐらいは出ないだろうねーっていう組を作るんですよ。まあそれはそれで全部買うんですけど、一応ね、万が一があるんで。で、あと4つも選べるやんっていうことを見ると、結構今回、まあ、削除見込み数字、また後でのまとめやるんですけど、やるんですが、今回結構いいんじゃないって思ってます。はい、行きましょう。変化法での出現予想でございますね。まずこの変化法って何なんだと、そしてその理屈って正しいのかというところを説明していきたいんですが、それがこちらでございます。変化法というのは、まず、前回ないし、過去の当選番号の隣の数字よく出てるんじゃないというふうに言われてるものなんですよね。で、一応現在今ここ見ていると、まあ、直近4回なんかで見ると、割かし隣の数字出てたりして、例えばピンクの1の隣の、青の2があるわけじゃないですか。それで隣だよねと。これピンクが一番直近回。で、その前が2、その前3。4っていう形ですね。にやってるんですけど、ここを見ていると、結構確かに隣のもの出てるよねっていう傾向もあります。なので、そこをちょっと一回押さえていこう。それだけ一回番号を集めていこう。そしてプラス前回の当選番号を見ようよということで、それがこちら。はい、まとめさせていただいております。で、まあ、前回の当選番号の両隣、そして桁替えも今回ね、採用させていただいておりますが、まあ、これ文字色変わってるのあんまり気にしなくていいです。各桁ごとに色変えてるだけです。これをね、後で打ち込むのがね、結構真っ黒だったら大変なんですよね。はい。なので、ちょっと色分けさせていただいておりますが、まあ、ただでも、見ると、あ、何番が多いんだ、みぐらいはわかりますよね。じゃあ、これ重複してるもんを省いていくとどうなるかというと、こちらですね。はい。27個で、ここにないのが10個ありまーす。っていうことですね。これ面白いですね。僕、削除数字。10個ぐらいは探した方が母数が狭くなるやんっていう話だね。37個の10引いたら27個になるから、27個の中に7個あったら、確率的には探しやすいし、まあそれが完璧だったらの話なんですけど、そうなればいいなぁと思っていつも見るんですけど、そういう話してるときにね、10個なんですよね。怖いよね。これ何なんでしょうね。はい。まあまあそういうものなんですけど、一応これがまあ、変化法では出ないと。いうふうに、出てるよ、というところでございます。で、じゃあ、削除数字のまとめ、各指標データ別に出していきたいと思います。こちらでございます。はい。で、まあ、トップ5ですね。まあ、さっき言いましたね。1個。はい。トレンドが5つ。3回出現が5つ。そして変化法が10個ということで、これ全部ね、言ったらね、もう、まあ、重複してる部分も中にはあるだろうから、まあ、
22個いけるっていうことになるんですよね。全部、成功したらね、面白いねっていう話になるんですけど、それでもまだね、数あるからね、ロト宝くじってほんと難しいよねっていう話なんですけど、まあ、基本的に僕の解説っていうのは、当選番号多分これ来ますよ、これがまあよく来るんだよっていう話をするんじゃなくて、どちらかというと多分これ来ないよっていう番号を、まあ、特に、中心に話をしているつもりなので、まあこういったものを最後にまとめさせていただいておりますが、じゃあこの中でまあもちろん正解見つけたいよね。探したいよね。いえ、というか当てたいよねというふうに思うわけじゃないですか。まあでも当てたいはまた別の話なんですけど、単純にじゃあ、番号を減らしたいっていう気分でやるんだったら、これ意外と使えます。奇数偶数割合各列分だねで、上が前回再分で下が10回分なんですけど、今じゃあ現状例えば1列目、両方のデータで出てるよね、奇数が強いんだと。じゃあ7列目これも今ね、奇数が強くなってきたんだということであれば、1列目7列目の番号を選ぶときに、まあ、奇数を選べばいいから、じゃあ1列目に出るような番号なんかの偶数をカットしていく。もう8とかね、あれ6とかね、そういうのはもう削除番号にしちゃえみたいな感じで、まあ選んでいけばいいわけじゃないですか。まあ極端な話はだいたい半分ぐらいに減ります。奇数偶数だけで取捨選択していくと。ただ全部の列ではなかなか通用しないから一気に偶数奇数だけで分けますっていう作業をするとちょっと失敗しちゃうんですけど、列だけで見てください。だから今だから1列目7列目奇数じゃんと。で他じゃあ共通して両方同じところってどこなんだ、ないやんと。じゃあ奇数でいい。あ、4列目は一緒ね。ごめんなさい。4列目は奇数なんですけど、じゃあ、1、4、7、奇数でいくか。みたいな判断も、まあ、できないことはないっていうね、考え方でございます。はい、じゃあ、今回ですね、もうちょっと、2連チャン当てたいなと思いながら、まあ、少ない金額ではあるんですけど、1000円ですね。まあ、だいたい約3口ぐらい、を今回追加購入するんですけど、なんかそうですね。別にたくさん買うのが大好きですっていうことではないんですけど、もちろんできるだけ少なく買って大きく当てるっていうのが、まあ夢ではあるんですが、まあできる手段としては、まあ、たくさん買える方がありがたいので、まあ結局ね、まあ今のところ現状1等、2等、3等目指してるんですけど、4等当たった時の次が結構僕、好きなんですよ。たくさん買えるし、4等まではもうそのまま、わらしべみたいに使うって決めてるんで。はい。なので、まあ、ちょっと、たくさん買いたいなっていう気持ちもあるので、まあ、4等当てたら、じゃあまたたくさん買おうねっていう風にやっていきたいなと思っております。では皆様、当選結果の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。